レッスン1、美味しくなるよ。ねえ、アナ、今夜は何がいいのさて、ジョン、夕食にハンバーグを食べるんだ。美味しくなるよ。やむ、待ちきれない。今日、何か手伝うことはある実際、それは素晴らしいことです。 おかずを準備している間、ステーキ用の玉ねぎをみじん切りにしてもらえますか確かに。私はオニオンチョッパーのプロだ。私に任せて。素晴らしいよ。ジョンオニオンチョッピングの腕前は伝説的だ。夕食はあっという間に出来上がります。わわ、褒めてくれてありがとう。その玉ねぎはきっちりと細かく刻んでおきます。 それについては疑いの余地はないジョン力を合わせれば素晴らしい料理チームが出来上がります絶対にそしてあなたの料理の専門知識があればこのハンバーグステーキはこの世のものとは思えないでしょう信頼してくれて感謝するよジョン早速料理して今夜の夕食を思い出深いものにしよう同意しましたアンナ。 オニオンチョッピングの採点を始めましょう。教訓に怪我をしたと思う。ああ、いや、あな、怪我をしたと思う。なんてこった、ジョン。大丈夫救急車と警察を呼ぶべきですかはい、お願いします。専門家の援助が必要だ。 よよ。し、ジョンすぐにやるよでも何が起こったのか教えていただけますかキッチンでスイカをジャグリングしようとしてたんだがええー、と物事が手に負えなくなったスイカをジャグリングしてるそれはかなり冒険的な活動だねめちゃくちゃにしなかったといいんだけどキッチンがスイカ戦争地帯になったとだけ言っておきましょう。 でもご心配なく、スイカが一番気に入りました。まあ、それはかなりのスペクタクルのようですね。スイカだけで、それ以上深刻なことじゃなくてよかった。そうだね、アンナ。教訓は、今後は小さくてジューシーでないオブジェクトのジャグリングに専念することだ。賢い言葉だ、ジョン。それは覚えておくよ。 さて、緊急通報をさせてください。がんばれ。ありがとう、アンナ。スイカジャグリングの冒険の名残に囲まれて、ここで待っています。レッスンさん、街でその新しい車を見たことがありますかアンナ、街でその新しい車を見たことがありますか明るく優雅に見えます。 ああ確かにジョンこれは本当に目を見張るようなものです目が離せなかったそうだねアンナ道路を滑る雄大な白鳥みたいだ私は池の念を抱いている絶対にエレガンスとスタイルの縮図です試してみても構いませんさて アンナ、提案があります。まずは試乗をしよう。ハンドルを握っている王族のような気分になります。素晴らしいアイディアだね。ジョン神に吹く風とオープンロードのスリルはすでに想像できます。はい、確かに。街をクルージングして注目を集め、羨ましい足跡を残します。 待ちきれないよ。ジョン忘れられない冒険になるよ。クールさをさらに高めるために、必ずサングラスを持参しましょう。絶対に、アナ。私たちはかっこよさの祝辞になるわシートベルトを締めて、友よ一生に一度の市場が待っている。レッスン4、今夜、時間はありますか ねえ、アナ、今夜は時間あるはいもちろんですジョン調子はどう何かワクワクするようなことを計画してるさてビートボクシングのスキルを練習していてちょっとしたジャムセッションをするのも楽しいだろうと思っていましたビートボクシングはそれは興味をそそられるね。 音楽的な悪ふざけをするつもりです。素晴らしい驚異的なビートと驚異的なリズムに備えましょうエピックになるよジョンあなたのビートボクシングの腕前を見るのが待ちきれません熱心な聴衆の参加を覚悟してほしいああもう準備はできているよアナビートは私が持ってきて。 あなたはエネルギーを持ってくる。一緒に音楽の魔法を作ろう。私のことも含めてくれ、ジョンコンヤを忘れられない夜にしよう。私たちだけのプライベートビートボックスコンサートが待っています。絶対に、アンナ。びっくりする準備をしなさい。ボーカルコードを準備してビートボックスの狂気に満ちた夜を過ごしましょう。 教訓後、私はこの町に2年住んでいます。アンナ、信じられる。この町に住んでもう2年になる。うわぁ、ジョン。それは驚くべきことだ。もう隠れた名所や秘密のスポットをすべて知っているはずです。ええ、私は間違いなくかなり探求してきましたが、常に新しい発見があります。 この街にはいつも驚かされます。想像できるよ。ジョンここに来てまだ2ヶ月しか経っていないが、ほとんど表面を傷つけていないような気がする。心配しないで、アンナ。あっという間に地元の専門家になれるでしょう。風変わりでエキサイティングなことをすべて案内します。 信じられないほど親切だねジョンあなたのようなベテランの都会の住人に友達になれてラッキーだよ楽しみはすべて私のものよアンナ一緒に街の隠れた宝物を発見し忘れられない思い出を作りましょう楽しみにしてるよジョンこの冒険に乗り出してここでの時間を最大限に活用しよう。 絶対に、アンナ。私たちは毎日を都会での冒険に満ちた賞にするつもりです。教訓6。これを一貫してしつこく続けることはできないと思う。アンナ。私はこれを一貫してしつこく続けることはできないと思います。ああ、やめて、ジョン。そんなに難しいことじゃないよ。 ルーチンを少し変えるだけでいいのですでもアンナ私はコミットメントに苦労しています私は風に吹かれて葉っぱみたいで火を散らすものに左右されやすいまあジョンそれは楽しい挑戦だと考えてください何かに固執できることを自分自身に証明するチャンスだよしアンナやってみるよでも 途中でつまずいても驚かないでください心配しないでジョン私はあなたをサポートし励ますためにそこにいますこれを愉快な冒険に変えてあげようありがとうアンナ私を信じてくれてありがとう私がこの一貫性の旅に乗り出すとどうなるか見てみましょうジョン 君はきっと驚くだろう挑戦を受け入れてくださいどんな素晴らしいことが待ち受けているかは誰にもわかりませんそうだね、アンナ自分のコンフォートゾーンから出て波を起こす準備はできてるさ旅を始めようレッスン7犬のコートの光沢を保つために天然オイルを使ってみたことがありますかねえ、アンナ 犬のコートをピカピカに保つために天然オイルを使ってみたことはありますかああジョンそれは素晴らしいアイディアだココナッツオイルは驚くほど効くと聞いたことがある私の犬はピカピカのスーパースターになるよ。絶対にアンナ天然オイルは光沢のある毛皮の秘密兵器のようなものですあなたの犬は近所の子犬たちの先んの的となるでしょう もう想像できるよ。ジョン光り輝く犬が通りを歩き回り、みんなの注目を集めている。ただし、アンナ、きれいな水で入浴する前に、コートから天然オイルを洗い流すことが重要であることを忘れないでください。もちろん、ジョン。滑りやすい犬のバスタブ体験はしたくありません。きれいな水がいいでしょう。 まさにアナ。すぐにきしむような清潔でピカピカの犬ができるワワンちゃんの美人コンテストに何が当たったかわからないよははそうだねジョンうちの犬はスターになるよヒントをありがとう天然オイルときれいな水を用意しましょう問題ないアナ。それはすべて。 最も魅力的で素晴らしい犬の仲間を探すためのものです。グルーミングの採点を始めましょう。レッスン8、ライセンスを見せてもらえますかねえ、アナ、免許証を見せてもらえるもちろん、ジョン。どうぞ。自分の免許も持ってるし、おまけにチャームもある。 母、アナ、あなたの魅力は否定できませんが、私が言いたいのは運転免許証です。ああ、お詫び申し上げます、ジョン。これが私の運転免許証です。責任ある運転手だと約束するよ。知ってよかった、アナ。ワイルドなドライビング、アドベンチャーはしたくない安全第一。 絶対に、ジョン。運転技術はチェックするよ。高速チェイスなんて心配しなくていいよ。ほっとしたよ。あんな道路を安全で健全な状態に保ち、のんびりドライブを1、2回楽しむこともできるかもしれません。計画みたいだね。ジョンシートベルトを締めて、注意して楽しみながら道路に出よう。 同意しました、アンナ。君の免許証と私の公開技術で、スタイリッシュに街を制覇しよう。さあ、ドライビングアドベンチャーを始めましょう。レッスン9、予備の小銭はありますかねえ、アナ。このアカウントについてあなたの助けが必要です。予備の小銭はありますかじゃあ、ジョン、いくら欲しいの ポケットにコインがいくつか隠れているかもしれないうん、見てみましょうこの講座を再びハッピーにするには5ドルくらい必要だと思うよ5ドルだろ悪くはないよ日々の冒険へのささやかな投資と考えてくださいまさに、アナ。5ドルあれば可能性に満ちた世界が開けます 軽食、おやつそしてサプライズも一つか二つあります私のことも含めてくれジョンポケットを深く掘り下げてどんな宝物を見つけられるか見てみるよ一緒に予備の小銭の領域を征服しようそれがスピリットだアナこのアカウントに誰がボスか見せよう5ドルは少ないかもしれないが我々の決意は強い。 驚かされる覚悟をしろジョン予備の小銭は私が持っていくからあなたは熱意を持ってきてくれるこのアカウントには何が当たったかわからないよ挑戦する準備はできてるアンナこのアカウントを笑顔にして5ドルの賞金を獲得して踊りましょうさあ変化を惜しまずエコー。レッスン中、私たちは良い友達になりましたアンナ どう,思うブリジットも私もオリンピックのボランティアでその後は仲良くなったまさかジョン信じられないオリンピックは素晴らしい経験だったに違いない信じられないほどでしたアナこのような歴史的なイベントに参加したことで私たちは一ちに返し忘れられない思い出を作りました 想像するしかないよ。ジョン友情と情熱の共有があなたとブリジットの間に強い絆を築いたに違いありません絶対にアンナ私たちは見知らぬ人からチームメートへと変わりました水のボトルを配ったり笑いを分かち合ったりうちわの冗談を言ったりしていましたそれがボランティアの魅力ですジョン。 他の人を助けるだけでなく思いがけない方法で人々をつなぐこともできます全くその通りだよアンナーオリンピックは私たちを結びつけましたが私たちを生涯の友達にしたのは私たちが共有する経験と真のつながりでした「共通の目的から生まれた友情は本当に特別だ、ジョン。 あなたとブリジットはオリンピックを通してお互いを見つけてよかったです私もアナ意外な場所で素晴らしい友情が芽生えるってことを証明いしてるだけだよオリンピックはいつまでも私たちの心の中で特別な場所を占めるでしょうス,スーツケースを見つけたって言われたアンナ電話があってスーツケースが見つかったって言われた待ってください先生。 お名前は今話しているスーツケースが合っているか確認したいああいやあな私よジョンです旅の混乱でスーツケースをなくしたあなたの忘れっぽい友達。母ジョンあなたの声がわからなかったスーツケースの取り違いで私たちはある任務の秘密工作員になったんだと思う。 確かにアンナ、スーツケースの謎を解く間はかっこいいコードネームをゲットしてサングラスをかけたほうがいいよエージェントスーツケースとエージェント忘れっぽい任務報告だジョンこのケースを大きく開けてみようその音が好きだよ忘れっぽい捜査官一緒に私の大切な持ち物を取り戻して旅の世界に秩序を取り戻そう。 恐れるな、スーツケース操作官正当な所有者を突き止め、すべての靴下とシャツが確実に家に帰れるようにします素晴らしい、忘れっぽい操作官君の鋭い探偵スキルと私のまあ、忘れっぽさを考えれば、私たちは完璧なコンビだやってみよう、スーツケース操作官ラゲッジ回収作戦は成功だ スーツを着て、スリル満点の冒険に出かけましょう。了解しました。忘れっぽい捜査官スーツを着てサングラスをかけてスーツケースチェイスを始めよう。レッスン12私の車に傷がついているアンナ、あなたの助けが必要です。車に傷がついているので、内側からきれいにしたいです。ああ。 ジョン傷を内側から取り除くのは手品のように聞こえます私を入れてくれははナ、マジックトリックだったらいいのにでもエルボグリースを塗らないと準備はいいかいいつものように準備万端ジョン掃除用品を持って仕事に取り掛かりましょう。 傷に何が当たったかわからないからまず石鹸水と柔らかい布が必要です傷を優しく拭き取りきしむようなきれいな状態にしますそうだねジョン一日の疲れを癒すスパみたいに扱いますちょっとした TLC は大いに役立ちますクリーニング後 損傷を評価しスクラッチリムーバーを塗布する必要があるかどうかを確認しますその傷を消してあげよう絶対にジョン私たちは自動車医のようになって奇跡的な傷取り手術を行いますあの厄介な傷に別れを告げましょうそして傷がなくなったら車全体をきれいに掃除して新しいペニーのように輝かせます 私たちの車は近所の人の扇望の的になるでしょう。もう想像できるよ。ジョンキズがつきにくくキラキラ光る車で、どこに行っても人々の目を惹きつけます。私たちはもうすぐカークリーニングのレジェンドになろうとしています。それがスピリットだ、アナ。仕事に取り掛かって私の車を傑作に変えましょう。傷、ご用心。迎えに来るよ。 レッスン13、今部屋を見てもいいですかアンナ、今部屋を見てもいい。承知しました、ジョン。20分ほど待っていただけませんかちょうどマシュマロピローファイトの真っ最中です。ああ、マシュマロピローファイト。それは厄介な状況のように思えます。あと20分で着くから、 ふわふわの戦場に入る準備はできている素晴らしいジョン枕とマシュマロ弾を用意してこのバトルは伝説的なものになるぞ武器を集めて壮大な対決に備えようマシュマロは必ず取っておいてくれ。 心配しないで、ジョンマシュマロは何日も持ってるよ。ダックして、かわして、甘くて甘い怒りを解き放つ準備をしましょう。元気が出ていく準備はできてる。あんな後に10分で部屋はマシュマロ狂気の戦場に変わる。他に類を見ない枕投げになるよ。ジョンまた近いうちにお会いしましょう。 ふわふわの冒険の準備をしましょう。行くよ、アナマシュマロピロファイトを始めよう。カオスを受け入れ、内なる枕の戦士たちを解き放つ時です。第14日、父の誕生日にプレゼントを買いたい。アンナ、父の誕生日にプレゼントを買いたいです。彼に何を買うか決めたの。 ああ、ジョン。お父さんにぴったりの贈り物を見つけるのは難しいかもしれません。しかし、恐れる必要はありません。私にはいくつかのアイデアがあります。素晴らしい。聞きたくなるよ。どんな素晴らしい贈り物のアイデアを思いつきましたか。さて、ワールドズベストだと、と書かれたパーソナライズされたコーヒーマグはいかがですか ククラシックでいつも笑顔になれます。私はそのアイデアが好きですアナお父さんは朝のコーヒーが大好きなんだ彼の偉大さを思い出させるマグカップは完璧に聞こえる別のオプションは居心地の良いセーターやお父さんのジョークが入った面白い T シャツです。 私たちはみんな彼がどれほどそれらを愛しているか知っています。ね、お父さんのジョークは彼彼のの専門です彼のユーモアをアピールする面白い T シャツならヒットするだろう。そして感傷的な道を進みたいなら大切な思い出が詰まったフォトアルバムは心からの贈り物になるでしょう。それは素晴らしい提案だよあんな貴重な瞬間をフォトアルバムに収めれば。 きっと彼の心に響くでしょう何を決めるにしてもジョン重要なのは考えだということを忘れないであなたのお父さんは贈り物の裏にある努力と愛情に感謝するでしょうありがとうあな,あなたのアイデアは私の創造性を刺激しました父が私にとってどれほど大切かを示す贈り物を選びます 疑いの余地はない、ジョン。君をうを深く思いやりのある息子として迎えることができて君のお父さんは幸運だプレゼント探しで頑張ってくださいベストを尽くすよお父さんの誕生日は愛と笑いそして私からの特別な贈り物でいっぱいの日になるでしょうレッスン15ブリジットがどれだけ服が好きか気づきましたか アンナブリジットがどれだけ服が好きか気づきましたか彼女は余暇の多くを街を歩き回って過ごしているああジョンブリジットと彼女のファッションアドベンチャーは伝説的です彼女は街のすべての衣料品店に直行する GPS を持っていると断言するよ母彼女は秘密のファッションレーダーを持っているようだねアンナ。 彼女は何マイルも離れたところからトレンディーなブティックを探し出すことができます絶対にジョン彼女が完璧な靴やトレンディーな服を見つける第六感を持っていても驚かないよまるで彼女がすべての洋服棚を探検しすべてのファッションツールを制覇するという使命を帯びているかのようです大胆不敵なファッションの征服者、ブリジット 今彼女がバッグを片手に街を歩き回り素晴らしい衣装のアイデアを頭に浮かべているのを想像できますそして彼女が解決する数え切れないほどのファッションの緊急事態も忘れないようにしましょう彼女はまるでスーパーヒーローのようでスタイルの専門知識で急降下して世界を救っています その通りだ、ジョン・ファッション・ディザスターのスーパーヒーローであるブリジットはすぐに服を直したり流行に敏感な提案をしたりしていつでも救い出す準備ができているアンナ目撃するのは印象的でもあり面白いですファッションの探検家ブリジットは次のスタイリッシュな宝物を求めて大胆不敵に街を歩き回っています確かにジョン・ 彼女のファッションアドベンチャーは人生をとてもカラフルで楽しいものにします。彼女をおしゃれな友達として迎えることができてラッキーです。絶対にアンナ、ブリジットは私たちの生活にちょっとした魅力と笑いを与えてくれます。彼女のファッション界の冒険を長生きさせてください。そして彼女のワードローブがこれからも広がりますように。レッスン16、飲み物を持ってきましょうか アンナ、飲み物を持ってきましょうかはいお願いしますお茶を一杯飲むといいですね大丈夫。私があなたのパーソナルティーアテンダントになりますゆったりと座ってロイヤルティーサービスをお楽しみくださいはは、ありがとうジョン。 あなたが専用ティーサーバーの役を演じている間、私は女王様のように紅茶を飲みますよ。アンナ、究極のお茶体験の準備をしてください。優雅で優雅なお茶をお届けします。ジョン、あなたのティーサービングの腕前を見るのが待ちきれません。一滴もこぼさないでほしい。恐れるな、アンナ。私の手は安定しているし。 お茶を注ぐ技術も完璧です。魅惑的なお茶の習熟ぶりに備えましょう。私は席の端にいるよ。ジョンそのお茶を芸術作品のように注ぎなさい。ただ、こちらが紅茶です。愛情を込めて演劇の雰囲気を醸し出しています。親愛なるお茶通の皆さん、お楽しみください。ありがとう。 ジョン。お茶を飲む体験を本当に素晴らしいものにしてくれました私は一口一口を喜んで味わいます嬉しいよアンなふさわしい友人にお茶を出すことほど私に喜びをもたらすものはないお茶を楽しんでリラックスした世界に連れて行ってくださいおめでとうジョン。 あなたのティーサービスのおかげで私は幸せになりました一口ずつこのおいしいお茶を楽しむよレッスン17あなたの家は修理が行き届いていますかアンナ私たちのアパートをやり直すにあたってあなたの家は修理が行き届いていますかああジョン私の家は終わりのないリノベーションプロジェクトのようです もう一つ直さないといけないという状態がずっと続いています母あなたの痛みを感じるよアンナ私たちの家が「最も修理が必要なもの」の称号をめぐって競い合っているようなものです絶対にジョン修理と回収の終わりのないサイクルに巻き込まれている住宅所有者のための支援グループを立ち上げるべきです会議のことはもう想像できるよ。 アンナ未完成の壁に囲まれた壊れたテーブルの周りに集まって DIY の災害の話をしますそしてリペアホラーストーリーズという特別なセグメントを用意しますこのセグメントでは誤って事態を良くするのではなく悪化させた時のことを語ります開館の事故から塗装の失敗まで私たちのグループは リノベーションがううまくいいかかなかったという共通通の経験を通して絆を深めます。しかし、混乱と終わりのない修理の中で、私たちの家がプロジェクトごとにゆっくりと夢の家に変わっていくのを見ると、奇妙な満足感があります。そうだよ、アンナそれはフラストレーションに満ちたたびですが、私たちがついに修理の課題を克服し、努力の成果を見たときの誇りの瞬間でもあります。 それでは前進し続けましょうジョン混乱を受け入れ自分の過ちを笑い私たちの家を愛と個性に満ちた家に変え続けましょうそれについては賛成だよアンナ私たちは力を合わせて終わりのない修理を乗り越え自分たちだけの空間を作っていきましょうリノベーションの冒険を続けましょう。 レッスン18、今日、何かお手伝いできることはありますかおはようございます。先生、今日、何かお手伝いできることはありますかはい。口座からいくらかお金を引き出したいです。絶対に、アンナ。ちょっと注意しろ今日はうちの現金自動預け払い機がいたずらっぽい気分だ本物の現金の代わりにモノポリーマネーを配っていた。 あ,あいやジョンその店がモノポリーのお金を私の食料品に受け入れてくれないと思う私たちは何をすべきか恐れるなアンナバックアッププランがあります私たちの銀行マスコットキャラクター MR マネーバッグズがすぐに現金をあなたの玄関先まで届ける準備ができていますははそれはかなりのサービスだねジョン。 マネーバック氏がシルクハットとモノクルをかぶって真の紳士のようにお金を届けている姿はもう想像できます彼は自分の仕事をとても真剣に受け止めていますアンナ彼は口ひげをくるくる回し杖を軽くたたくことでお客様に上品な雰囲気を醸し出していますうんこのユニークな銀行体験を楽しみにしているよジョン・マネーバックさんを私のところに送ってください。 彼のの到着に備えて、て最高級の T セットを用意しておきます終わったと考えてごらんアンナ MR マネーバッグズはまもなくあなたの住居に向かう途中でバックグラウンドでマネー「マネーマネーマネー」を演奏するマーチングバンドが伴います。はは銀行取引では期待していなかった種類のエンターテインメントです。 マネーバックス氏を歓迎し、このユニークな出勤体験を楽しむのが待ちきれません。アンナ、私たちはお客様を楽しませ続けることを目指しています。それはすべて、私たちが提供する特別なサービスの一部です。MR マネーバックスの盛大な到着に備えましょう。ショーの準備はできている。ジョン・お金の引き出しの採点を始めましょう。 レッスン19時1分度に5冊の本をチェックアウトしてもいいですかアンナ、一度に5冊の本をチェックしてもいい。絶対に、ジョン。君にはミニライブラリーを手に入れる権利がある。5冊の本だ。母、私は究極の本のいダメ者になるよ、アナ。私の個人図書館は偉大な文学コレクションに匹敵するだろう。 ジョン、本の買いだめには時間通りに返却するという大きな責任が伴うことを覚えておいてください。恐れるな、アンナ。私は時間厳守で本を借りて、書く本を軍事的制度で返却する。それが私たちが聞きたがっていることです、ジョン。延滞した罰金を課されたり、怒った図書館員があなたを追いかけることについて言えば、 捜索隊が派遣されるまでどれくらいの期間本を保管できますか借り入れ期間がたっぷりあるんだジョン本を丸1ヶ月保管しておけばそれぞれの文学的な冒険に飛び込むための十分な時間が与えられますアンナ1ヶ月の主福の読書が私を待っていますその間にいろんな世界に迷い込んで数え切れないほどの登場人物に出会います ジョン、文学的な冒険を楽しんでください。ページをめくるたびに、喜び、笑い、そして悟りがもたらされますように。ありがとう、アナ。この読書の機会を大切にして、古札の本の採点を最大限に活用するつもりです。ページの合間には冒険が待っている。 ハッピーリーディング、ジョン想像力が飛躍し、物語があなたを夢を超えた場所に連れて行ってくれますように。本の力と本がもたらす喜びに感謝します。読書マラソンを始めましょう。レッスン20、それが必要なのかわからない。ああ、すみません。それが必要なのかわかりません。 はい、奥様最新の規制に従って義務付けられています規制分かりにくい要求の秘密結社のルールブックのことを言っているのか母確かに時々そう感じるジョンまるで私たちを落ち着かせておくためだけに彼らが新しいルールを発明したような会が隠されたのまり 私たちの生活をより複雑にする方法についてブレインストーミングをしているところを想像できますそしておそらく彼らに推測させ続け要件の真の目的を決して明かさないようにしようのようなモットーを持っているとしょう陰謀だよアンナ彼らは私たちが彼らの不可解な指示を解読して官僚主義の迷路を抜け出せるかどうか知りたがっていますまあ私たちは彼らに勝たせませんジョン 私たちはこれらの要件に正面から取り組み勝利を収めますそれがスピリットだアナ分かりにくい規則や規制を解読するチャンピオンになろうさておき秘密結社覚悟とユーモアのセンスそして特大のコーヒーで武装してるもう何も私たちを止めることはできないアナ複雑な要件の世界を 一つずつわかりにくい文章を一つずつクリアしていきましょう一緒に謎を解き明かし、混乱を解き明かしましょうわかりにくい要件との戦いを始めましょうさあ、ルールを破る私の相棒彼らの混乱を招く要求を恐れていないことを彼らに見せましょう レッスン21時20分分後に駅に着く必要があります。急いでください。遅くなります。あと20分で駅に着かなくちゃ。心配しないで、ジョン。私のうちなるレースカードライバーを呼び出して、記録的な速さであなたをそこに連れて行くよ。頼りになるのは分かってたよ。アンナ、あなたは私の個人的な F1 運転手です。 シートベルトを締めて、ジョン、ジェームズ・ボンドでさえ羨むようなハイスピードアドベンチャーに乗り出そうとしている。スピードカメラは避けてください、アンナ。即興レースのお土産チケットはいらない。恐れるな。ジョン隠しカメラを察知する第六感がある音の壁を破ろうとする私たちの行動を捉えることはできないでしょう。 アンナ、私はあなたの超能力に異形の念を抱いています。法律の監視の目には見えずに交通渋滞をスピードを出してる。それはすべて私の秘密の訓練の一部だ、ジョン。何年もの間、渋滞を避けて瞬く間に目的地に到着する術を磨いてきた。あなたの専門知識に感謝するよ、アンナ、あなたがハンドルを握れば、時間と空間の法則に逆らって、 時間通りに駅に駅到着しますしっかり捕まってジョンスリルを求める人々を羨ましく思わせるジェットコースターに乗り出そうとしていますアドレナリン全開の準備はできてるアンナおしゃれに遅刻することは私たちにとって選択肢ではないことを世界に示しましょう待ってジョン。 もうすぐ陸上速度記録を更新してあなたが駅に姿を表すという伝説的な時間原種の物語にしよう先導しろアナ一緒に道路を征服してあっという間に駅に着きます全速前進レッスン22どんなペットを飼いたいですかアナ どんなペットを飼いたいですか？モルモット、オウム、ウサギ、カメ、犬、それとも何か？ああ、選択肢は無限大です、ジョン。でももし選ぶとしたら、オウムを飼いたいです。ああ、私たちの会話を真似るコツを持った羽の生えた友達。オウムが周りにいても、私たちは決して孤独を感じることはないでしょう。まさに、ジョン。 私たちの秘密をすべて知っていてジョークのレパートリーで私たちを楽しませてくれる自分だけの話し相手を持つこともできます笑いに満ちた瞬間を想像してみてくださいアンナオウムが冗談を言ったり人生で必要なコミックリリーフを与えてくれたりします それに、語学教師を兼ねることもできるよ、ジョンやっと、恥ずかしい思いをせずに、一緒に外国語のスキルを練習できる人ができました。素晴らしいアイディアだね。アンナ。私たちのオウムは動物界のポリグロットになり、さまざまな言語で新しい単語やフレーズを教えてくれます。でもあなたはどう、ジョン リストからどのペットを選びますかさてアンナオームが好きなのと同じくらい亀を狙うと思います結局のところゆっくりと着実な姿勢がレースに勝つ母賢い選択だジョン私たちの亀は静けさの宿図となりリラックスしたペースで人生を歩むことを思い出させてくれますそして 一番動きの遅い亀が金メダルを獲得する亀のオリンピックに出場する姿はもう想像できます。亀のライフスタイルを受け入れることが全てだ、ジョン。人生の瞬間をのんびり楽しむことができるのに、スピードが必要なのは誰ですか絶対に、アンナ。オウムの基地に富んだ冗談と亀の温やかな存在感で、娯楽と静けさのバランスが完璧に保たれます。 私たちの家は、笑い、語学学習、そして穏やかなひとときのための聖域になるでしょう。ここは、怒るのを待っているペットの楽園です。確かに、アンナ。羽ばたいた会話と仲間のカメの優しい足跡に満ちた未来に備えましょう。ペットの冒険が待っています。 レッスン23、最近、探求するのが面白そうなテーマに出くわしたことはありますかアンナ、最近、探求するのが面白そうなテーマに出くわしたことはありますかはい、ジョン。宇宙探査や他の惑星での生命の可能性について読んでいます。魅力的だね。 それは興味をそそられるように聞こえます宇宙の広大さと地球外生命体の探求にはいつも魅了されてきましたその分野では学び発見することがたくさんあります可能性について考えるのは気が遠くなるほどです絶対に宇宙について学べば学ぶほどまだ探求すべきことがどれだけあるかがわかります マインドフルネスと瞑想の話題にも惹かれました。全体的な健康にとって有益な実践のように思えます。マインドフルネスは近年多くの注目を集めていますが、それには正当な理由があります。ストレスを軽減し、精神的な明晰さを向上させるのに役立ちます。だからこそ、面白いと思うんです。 心の平安を見つけ日々の生活にもっと溶け込める方法です私が注目したもう一つのテーマは再生可能エネルギーとその気候変動への対応の可能性ですそれは重要な話題だジョン私たちのエネルギー需要を満たす持続可能な解決策を見つけることは地球の未来にとって極めて重要です 再生可能エネルギー技術の進歩とそれがもたらすプラスの影響を見るのは刺激的です間違いなくクリーンで持続可能な観光を通じて変化をもたらす能力があることを知るのは心強いことです私は間違いなくこれらのテーマを調べてさらに探求します。新しい知識分野を掘り下げていくのはいつもワクワクします。 それが精神だよ。ジョン学び、視野を広げることは生涯にわたる旅です。絶対に、アンナ。好奇心を持ち続け、これらの魅力的なトピックを探求し続けましょう。終わりのない知識の探求に出かけましょう。 おめでとう。ジョン私たちの知識の追求が新しい洞察と発見につながりますようにレッスン24「いつも指からすり抜けてしまうようだ」「お金でしょいつも指からすり抜けてしまうようなものだ」「知識と娯楽の両方をもたらすものに投資ししたらどうなるでしょうか?本のように」 あ,あ、本。賢い選択だよ。あんな何か新しいことを教えてくれる本を見つけて、ワクワクする世界に連れて行ってくれませんか。まさに、ジョン。お金をかけずに想像の世界に飛び込み、貴重な教訓を学びます。視野を広げ、大声で笑わせることができる本を探します。私たちの面白い骨をくすぐり、心を刺激する何か。 完璧に聞こえるよジョンユーモアと知性を組み合わせた本は何時間も楽しませてくれますそして最高の部分は他のエンターテインメントのようにポケットに穴が開くことはありません本は予算に優しい隠れ家です絶対にジョン 良い本を手に、スリル満点の冒険に乗り出し、新しいアイデアを探り、視野を広げましょう。快適な家を出ることなく壮大な探検に出かけるようなものです。言葉の力には限りがありません。じゃあ、協定を結ぼう。ジョンボンのページに隠された宝物を発見して、一緒に文学の旅に出ましょう。 同意しましたアンナ私たちの心は豊かになり私たちの精神は高揚し財布は節約されるでしょう完璧な本を探し始めましょう進めジョン一緒に文学の手法を発見しストーリーテリングの魔法に浸りましょう知識の世界が待っています レッスン25、運転免許証と保険証を見せてもらえますか？私はそれを見なかったと思う。すみません、運転免許証と保険証を見せてもらえますか？なんてこった、ジョン。またメガネを忘れた？うちなるシャーロックホームズを抱きしめて行方不明になった書類の謎を解く時です。 視力が休暇を取ることに決めたようだよアンナでも心配はいりません探偵のスキルを生かしてこの免許と保険の難問の真相を突き止めます私はあなたの探偵の腕前を信じていますジョン想像上のディアストーカーの帽子をかぶって内なる探偵を解き放つことを忘れないでライセンスと保険、注意してください小物入れの一番暗い隅に隠れていても ゃくしゃになった領収書の海の中で迷子になったとしても見つけてあげようもしすべてがうまくいかなかったらいつでもカーカラオケに頼れるよジョン私たちのメロディアスな声はきっと警官に私たちを説得して任せるでしょうああ、音楽の力。アンナそれは私たちを多くの厄介な状況から救ってくれました。 もしかしたら「私は生き延びる」の自発的な演出が警官を誘惑して許しに導いてくれるかもしれない。私たちの歌の才能が、行は不明の書類から気をそらすのに十分であることを願いましょうジョンでも念のためユーモアのセンスのある慈悲深い証拠を探しておきます。アーメンアンナ交通の神々が私たちに微笑み。 眼鏡をかけた運転手が時折忘れっぽくなることを理解する寛大な警官を私たちに与えてくださいますようにそして他のすべてが失敗した場合、ジョン私たちはいつでも古典的な子犬の目のテクニックに頼ることができます子犬の目をよく見つめると心が溶け軽微な違反を許すことができます素晴らしいアイディアだよあんなこ犬の目には奇跡を起こす力がある 最も愛らしい表情を見せて優しい警官が助けに来てくれることを期待しています探偵のスキル、音楽の才能そして子犬のような目で武装して行こう、ジョンこのライセンスと保険のミッションを制覇して勝利を収めよう進め、アナ、一緒に この日常の冒険の曲がりくねった道を切り抜けてちょっとしたユーモアと魅力があればどんな物忘れにも打ち勝つことができることを証明しましょうレッスン26とても長い休暇だはいとても長い休暇ですよし行かなくちゃさようなら待ってジョン。 長期休暇は、エキサイティングな冒険や自発的な冒険をするのに最適な時期です。それを最大限に活用しましょう。できたらいいのに、アンナ、でも任務がいる責任は重大だ。休日の祝福に別れを告げなければならない。ああ、大人時代の悲惨さ。 でも恐れるな、ジョン・私たちはホリデースピリットを持ち続け、日々の喧騒の中でも、自分たちだけの小さな冒険をするつもりです。素晴らしいアイディアだよ、あんな日常に喜びと笑いの瞬間をふりかけ、日常のまっただ中に自分だけの休日のオアシスを作ります。 公園での自発的なピクニックでも、リビ,ビングルームでのばかげたダンスパーティーでも、私たちは日常生活に楽しみを注入する方法を見つけます。絶対に、アンナ、私たちはうちなる子供を導き、毎日が休日のように感じられる、ささやかで楽しい瞬間の魔法を受け入れます。 だから、たとえ行かなければならないとしてもジョンどこにいても少しホリデー気分を味わうことを忘れないでください冒険を続けましょうそうだねアンナほんの少しのホリデースピリットで日常を特別なものに変えることができます君に別れを告げるときそれを持っていくよ次回までさらばジョン あなたの日々が思いがけない喜びと楽しい驚きに満ちていますようにホリデースピリットに歩みを導いてもらいましょうさようなら第27回あなたの興味を育むことについて話しましょうアンナあなたの興味を広げることについて話しましょうワクワクするもの喜びをもたらすものを見つけることが大切です 私もそう感じていますジョンでも最近は何にも興味が湧いてこないみたい。私の熱意が途切れてしまったみたいだ。ああとらえどころのない興味の火花恐れる必要はありませんアンナ。私があなたの興味を引くガイドとなりあなたの情熱を発見するための探求へと導きます。ああ ジョン、あなたは輝く鎧を着た騎士のようですが、剣の代わりに好奇心とユーモアのセンスを振るっています。確かに、アナ。ユーモアは、どんなに退屈なテーマでも楽しい冒険に変えることができる秘密の要素です。私たちは予想外の場所で笑いを見つけるでしょう。では、どこから始めればいいのかを… 興味をそそるガイド自分の中の熱狂の火を再燃させるにはどうすればいいのかまず、探検の旅に出なければなりません。新しいことに挑戦し、さまざまな趣味を試して快適ゾーンから抜け出しましょう。爽快に聞こえるよ、ジョン可能性の海に真っ向から飛び込んで、水面下に隠された宝物を見る準備はできている。 素晴らしい。そしてアンナあなたをユニークにする癖や特殊性を受け入れても大丈夫だということを忘れないでください時々、私たちの興味は予想外の場所で見つかることがありますその通りだジョン多分私の真の情熱は水中でのかごおりの技術かスリリングなエクストリームニットの世界にあるのでしょう可能性は無限大です。 絶対に、アンナ、オープンマインドと遊び心を持って、新しい興味を発見し、その過程で自分たちだけの冒険を想像していきましょう。ジョン、この情熱の探求のガイドになってくれてありがとう。一緒に好奇心の領域を征服し、熱意の炎に再び火をつけましょう。嬉しいよ、アンナ笑いを羅針盤に。 好奇心を燃料として旅を始めましょう。もうすぐ壮大な冒険に乗り出すので、しっかり捕まってください。レッスン28きっとあなたの新しい親友になる人を紹介してください。待って、あな。素晴らしいアイディアがあるんだ。あなたの新しい親友になること間違いない人を紹介させてください。 ああ、ジョン、興味をそそられるよ。私はいつも新しい人と出会い、自分のソーシャルサークルを広げたいと思っています。あなたが話しているこの不思議な人は誰ですかドラムロールをお願いします。架空のドラムロールアンナ、分身、犯罪のパートナー、コメディの相手に会いましょう。ドラムロールはアンナを激化させます。ファニーアンナに会いましょう。アイディ、おかしいアンナ コメディのコツを持ったドッペルゲンガーがいるなんて知らなかったこれは、笑いの天国で行われた試合のようですね。確かに、アナ。面白いアンナはパーティーの主役であり、ワンライナーの達人であり、あらゆる集まりに喜びをもたらす存在です。ファニーアンナに会うのが待ちきれません。同じユーモアのセンスを共有できるかな 私たちにしか理解できないイインサイドジョークはありますか絶対にあなたとファニーアンナはダイナミックな笑いのデュオになりどこへ行っても喜びと歓喜を伝えますダジャレだらけの会話や説明のつかない笑い声が聞けるでしょうああジョン今回は本当に頑張ったねファニーアンナと私はどんな冒険をするかもう想像できるよ。 みんなを笑わせて腹が痛くなるまでねそれがスピリットだアナ内ちなるコメディアンを抱きしめウィットを輝かせ世界中の人々に笑顔をもたらしましょう世界はもっと笑いを必要としていますあなたとファニーアンナは笑いを届けるためにここにいますジョンファニーアンナを紹介してくれてありがとう。 彼女をそばに置いてコメディの旅に出てこれから何年にもわたって記憶に残る瞬間を作る準備はできています嬉しいよアンナ信じられないほどのユーモアのセンスで世界を征服してください面白いアンナとアンナ彼らの後には笑いの後を残すダイナミックなデオ。これからの冒険に出かけようジョン。 一緒に一つずつ気の利いた発言をして世界に喜びと笑いをもたらしましょうコメディを始めようレッスン29レギュラーで記入してくださいレギュラーで記入してくださいよしジョン終わったと考えてください普通の燃料だすぐ来る ああ、エンジンをスムーズに動かし続ける甘いネクター燃料を補給することは車に喉の,の渇きを癒すための爽やかな飲み物を与えるようなものです絶対にジョン それは私たちの車にミニスパトリートメントのようなもので優雅で力強く道路を制覇するのに必要なエネルギーを車に与えてくれるすそして征服について言えばアンナ私たちの信頼できる馬で他に何か問題に遭遇したことはありますかエンジンに不思議なガラガラとかいたずら好きなグレムリンが隠れてるの恐れるなジョン私たちの高貴な馬は最高の状態だ。 報告すべきガラガラやグレムリンはありませんまるで私たちの車が沈黙とスムーズな乗り心地を誓ったかのようです素晴らしいニュースですアナ私たちの車はステルス忍者のようで忍者のような正確さと部員の優雅さで通りを滑空しています確かにジョン私たちの車は自動車のエレガンスの縮図です 音を出さずにエントランスを作る方法を知っているスマートなマシンです。頼りになる戦車、アンナの栄光を楽しみましょう。私たちが人生を巡る中で、それが私たちの信頼できる仲間であり続け、私たちを近くや遠くの冒険に連れて行ってくれますように。スムーズな乗り心地とトラブルのない旅を実現するために、ジョン、 私たちは日常生活の高速道路や小道を走るときに、私たちの車が私たちに喜びと笑いをもたらしますように,絶対に。日々の冒険のサイレントヒーローである私たちの車は、スタイリッシュで優雅に私たちを前進させてくれます。私たちは何の問題もなく進んでいきます。レッスン30鍵を置き忘れたようです。 アンナ、あなたの助けが必要です。どうやら鍵を置き忘れたようです。見たことある問題ないよ。ジョンちょっと時間をとって探す手伝いをさせてください。その鍵はすぐ見つかるよ。ありがとう、アンナ。時間をかけて不思議なことに消えてしまった捉えどころのない鍵を観察の力に導いてもらってください。 ああ彼らは見えるよジョン彼らは日常の混乱の中でカモフラージュされてみに見えないところに巧みに隠れていたあああの鍵盤が私たちに仕掛けるトリックまるでいたずら好きなユーモアのセンスがあって消えていくような演技で私たちをからかっているかのようです確かにジョン 私たちの鍵は小さな脱出アーティストのようなもので常に新しい方法を見つけて手が届かないように気をつけています。まあ少なくとも彼らは私たちの生活をエキサイティングに保ってくれますアンナ。私たちの鍵がいつも従順で指定された場所から外れることがなかったらどうなるか想像してみてください。それはあまりにも予測がつかないでしょう。本当ジョン 私たちの鍵は日々の生活にちょっとした冒険をもたらします。毎日が彼らの居場所を突き止めるための探求、一種の宝探しです。アンナ、あなたがそばにいてくれれば、どんな鍵も長くは隠されないでしょう。一緒になって、行方不明の鍵の謎を克服しよう。絶対に、ジョン 私たちは決意と予期せぬ事態への鋭い視点で武装した素晴らしいチームを作っていますどんな鍵も探偵のスキルから逃れることはできませんアンナ、私の重要な発見への揺るぎないサポートに感謝しますあなたが周りにいると人生の小さな課題はずっと面白くなります 楽しみは全部私のものよジョンイッシュになれば消えゆくどんな重要なジレンマも克服できると知って日常生活の曲がりくねった道を切り抜けていきましょう確かにアンナ私たちは進み私たちを待っている次の冒険に立ち向かう準備ができています。鍵があろうとなかろうと我々は止められない。